株式会社道の区銀行は青森県青森市勝田に本店を置く地方銀行。1976年10月、青和銀行が存続業となり、広崎総合銀行を合併、道の区銀行に名称変更して現在に至る。初めて地方銀行と総合銀行が合併して誕生した銀行であり、また初のひらがな表記の銀行でもある。道のくについては、 当該項目を参照。企業スローガンは、家庭の銀行、道のく銀行。青森県下では、青森銀行に次ぐ規模の金融機関ではあるものの、公的資金投入により、資本金は同行を上回る。県外での店舗網も中密で、岩手県、秋田県北部、北海道、宮城県仙台市、東京にも、支店やローンプラザを展開している。 県民の公募から決定した名称であり、斬新でシンプルな表記である、道のく銀行を称号とした。当初は馴染みの薄いひらがな表記の行名であったため、顧客等から違和感も出たとされる。略称は、一般的には、道銀が県民ばかりか公員の間でも親しまれているが、ATM コーナーやサービス名など公式には、道のくの略称を使用している。 これは日本銀行の略称である日銀と音が似ていることが一因とされる。日本を代表するグラフィックデザイナーの亀倉優作によるシンボルマークが統合当時より使われている。道の区の実を図案化したものであるが、それだけでなく、青和銀行と広子総銀行を二つの円で表し、その二つの円を結ぶことによって合併して誕生した意が込められているとされる。 口術の不祥事によって、大同寺小三郎会長や原田和夫頭取の責任問題に発展したばかりか、役員総退陣へと追い込まれたため、栗田光副党取が、旧、富士銀行時代から人事交流などで親密な関係に、あった水穂 FG の幹部に接触を図り、同グループからの役員派遣を打診した。そして協議を重ねた結果、会長兼 CEO に、 上杉住代 UC カード社長が派遣され、一方で出向組を含む内部企業を水穂側から打診されたこともあり、東取には杉本康夫道の区カード社長が就任した。2020年3月期決算は大口取引先である社会福祉法人の破産等による予診費用の大幅増加や有価証券円損処理費用増加により、 最終赤字46億円となり赤字転落。一時は地銀ながら、ロシアに進出するなどの先進的な取り組みで収益を拡大させ、県内最大地銀でライバルである、青森銀行を脅かす存在であったが、前日の大同寺市による長年のワンマン経営や、再産性、安全性を軽視した事業拡大があだとなり、財務内容悪化を招く結果となった。 2019年10月には、その青森銀行との間で、業務連携の検討を発表したが、この時は、両校ともに経営統合は否定した。しかし、その後2021年5月には NHK を、はじめとして各社の報道で、経営統合が報じられると、正式発表ではないとした上で、経営統合の検討を事実として認めた。2021年5月14日に、 青森銀行と共同で発表された内容によると、2022年に共同持ち株会社を設立して両校が子会社となった後に、2024年頃に両校を合併するとした。こうした背景には、当校に対して2009年に注入された公的資金の返済期限が2024年9月であり、期限までに返済できないと国による経営関与が強まるためであることや、 第99代内閣総理大臣の菅義偉が言及した将来的には地銀の数が多すぎると再編に意欲を示したことが影響している。また、両校の合併後は現行の名称である道の区及び青森は使わない方向で調整が進んでいる。1970年代当時において相互銀行会中堅上位業であった弘前相互銀行が 地方銀行で会に位置した青羽銀行を救済合併に近い形で合併し発足しているが、存続業は青羽銀行となっている。これは当時の大蔵省が合併によって広崎総合銀行を存続業とすることを認めなかったためである。後に類似する地銀協加盟業と第二地銀協加盟業による合併のケースにおいても、 近畿大阪銀行のような事実上逆差合併となったケースを含め、地銀協加盟業側が存続業となっていることが多い。特徴視点は青森県を中心に北海道、秋田県、岩手県、宮城県及び東京都にある。近年は青森県内の他北海道函館地区にも積極的に進出しており、さらに店舗が ATM の積極展開と、 稼働時間の延長を図っている。近年、店舗は整理統合されている。東京支店2006年10月10日には、東京都中央区日本橋の同光東京支店が、日本橋柿柄町の柿柄町会ビルの2階に転し、同光としては、初の空中店舗化された。インストアブランチ海外拠点バブル崩壊後、多くの日本の銀行が海外拠点を縮小する中で、 海外拠点の拡充に積極的であった。特にカントリーリスクの高いロシアに現地法人を設置し、モスクワ本店と極東ロシアのユジノサハリンスク支店、ハバルフスク支店の3拠点で法人、個人向けのフルバンキングサービスを提供するほか、中国での香港現地法人の設置、上海に駐在員事務所を起進室企業に対するサポートを行うなど、 独自の取り組みを行ってきた。しかし、同行は2006年10月に、同行のロシア法人である、道の区銀行の事業を、水保ーポレート銀行へ営業上とするとともに、同行の香港法人である、北日本財務を、同年度中に解散した。さらに、武漢の駐在院事務所を、同年3月いっぱいで閉鎖し、上海に一本化している。 発足後2年目から一貫して、トムとジェリーをキャラクターとして採用している。また、青森放送で1990年代初期に、トムとジェリーの再放送及び2016年10月から放送されている、トムとジェリー城では、スポンサーも務めたほか、2016年11月26日から、開催予定のイベント、みんな大好き。トムとジェリーの愉快な世界展の冠協賛として、 参加している。2002年サッカーワールドカップの開催地誘致に際し、ペレを誘致アドバイザーとして CM e に起用した。しかし、何をアドバイスするのかは全く通知されず、またスタジアム計画やインフラ整備計画の不明などから、青森県自体が試合開催地から最終選考で真っ先に除外された。青森銀行が県内地方公共団体との取引を圧倒している。 中、道の区銀行は、北海道拓殖銀行破綻に伴う函館市の指定金融機関の選定に際し、積極的に函館市幹部にアプローチを試み、横並び意識の特に強い道内の金融機関に大きな危機意識をもたらした。県内では、西目谷村、中泊町、七湖町、横浜町、六ヶ所村、信号村が、 指定金融機関としている10月1日時点。環状系システムは、日立製作所が提供する、地方銀行向け共同アウトソーシングソリューションである、ネクストスコープ4月末に、顧客情報紛失や、それ以前に発覚した青森県、住宅供給公社巨額横領事件等の不詳事件、また2004年度末の赤字決算などにより、東北財務局から、 業務改善命令が3度にわたり発動された上、金融庁からも早期是正勧告の発動がされた。普通預金は2月8月の第3土曜日後の日曜日付で付与される。貯蓄預金は毎月第2土曜日後の日曜日付で付与される。長い間入金及び出金がない口座であっても、引き続き預金を保有していることを明示している。また、 預金通帳や印鑑がない場合でも本人確認書類など本人であることが確認できれば預金を引き下ろすことができる。キラボシ銀行や33銀行のケースでは第二次銀協に属する側が存続業であるが発足と同時に地銀協へ蔵替え加盟している。トムとジェリーをキャラクターとして採用している銀行としては77銀行、佐賀銀行、 田島銀行、十六銀行、四国銀行、鳥取銀行、宮崎銀行、横浜銀行、北陸銀行、大阪銀行がある。ありがとうございます。